全ての願いは叶えた。ではさらばだ。 おいおい目が覚めたようだな。気分はどうだ？そうだな。状況を説明する前にまずは自己紹介をしておこう。俺は16号レッドリボン軍に作られた人造人間だ。自分がどういう状況に置かれているのか理解できないだろうが 落ち着いてほしい。突然ですまないが時間がない。要件、お前は今フリーザという宇宙人にリンクしている。要するにそいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。とはいえ言葉だけではピンとこないだろう。その目で確かめてみるといい。 驚くのも無理はないが、これは現実だ。本来ならお前の精神は孫悟空にリンクするはずだったのだが、すまない。何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしい。安心しろというのもおかしな話だが、元の体に戻る方法はある。それはもしもし、聞こえているのでしょう。聞こえているなら 返事をなさい。どうやらフリーザの精神が目覚めたようだ。フリーザは俺の声が聞こえているだろうが、奴の声はお前にしか聞こえない。まずはフリーザに何か話しかけてみてくれ。 あまり舐めた態度を取る。あなた消しますよ。うん、ようやくお出ましですか。あと少し遅く説明するまでもないですよね。さて、 あなたには聞くべきことがいまずは何が起こっているのか。あの地獄のお花畑に比べればパレードがない分マシです。あなたは何か勘違いしていませんか。ご自分に選択肢があるとでも。この私が教えろという以上、私をこれ以上怒らせたくなければ言えないと後悔。フリーザ、聞こえているな。 俺にはお前が話をどこまで聞いていたかわからない。だから要点だけを簡潔に伝える。お前は今リンクシステムによってそいつに肉体を乗っ取られている。自分の意志では気を放つことは愚か、敵を殴りざれ事はそこまでにしておきなさい。そこまで言うのでした。 今すぐあなた方を決して差し上げましょう。そうすればこの私を乗っ取ることなど不可能だと気づくはず。さあ死になさい。 聞いているか。先ほどから全く反応がないが、いや、ここで考えていても仕方ない。そんなバカな。私は今確かに攻撃をしました。それなのにどうして。一応言っておくが、中で暴れても状況は変わらない。おとなしく諦めることだな。今の状況を打破する方法はただそれだ。そいつに肉体を操ってもらい、一つでも多くの戦闘を経験すること。操ってもらい、つまりこの方に私の体を好きに使わせる。まったく笑えない冗談。あなたボサッとしていないね。さもなくば私の手であなたを消しても構わないのですよ。外に影響を及ぼすことはできないようですが、私は散々待ちました。私はその男と話す必要。まさかお前は。ようやく直接話すことができますね。もっとも言い訳を聞く気はありませんね。あいつが精神の主導権を明け渡したということか。まあいい。話が早くなる分には。ごたくはいりませんよ。さあ覚悟なさい。私は今これで分かっただろう。戦いはお前の中にいるやつに託す。リンクの影響で動くことはできるだろうが。まったく忌々しいよ。私の力を封じるだけで飽き足らず。一つ誤解がないよう言っておく。リンクシステムを起動したのは俺だが、お前の何ですって。やつの名は人造人間21号。今レッドリボン軍を指揮しているものだ。数多くの戦闘を経験し強さを得れば、奴を食い止めることもできるだろう。食い止めるですって。その話が本当なら。そんなことをすればこの私を脅すつもり。精神と力の封印を解く方法は。ふざけた話ですよ。私がそんな話を。とはいえこのままでは拉致が開かないのも。私の中に居座る雑魚地球人、実に腹立たしい話ですね。あなたに戦わせる以外方法はないようです。まったくこうなった以上は仕方がありません。あなたはこれから私の名を汚さぬよう命がけで務めを。ちょっと脅してやるか。甘いですよ。はい、どうだい。虫けらが。この星もろとも様のお子にしてやる。この星もろとも様のお子にしてやる。話ができるのですか？どうやらお前もぶち壊すぞ。まあ少し話せたところで、おつむは他の雑魚といいでしょう。今つぶしにかと思いましたが、少しはやるようですね。手加減したとはいえ、この私の攻撃を受けて一気に待て、いや待ってください。まさか。なるほど、ご自分の身。もう申し訳ございません。以前フリーザ様のもとで働いていたサイヤナッパ、そういえばそんな。ご無礼をお許しください。以前お会いした時とフリーザ様の姿が違うもので気づくのが。おや、あなた、しかし自分の主人も見分けられないとは。めっそうもない。フリーザ様のためならたとえ火の中水。その言葉に嘘はありませんね。ならば私のために存分に働いてもらいましょうか。それにしてもあなたセンスあるようですね。もっと私の力を引き出せるようになれば。当然です。この所業に対するけじめをつけさ、こんな雑魚地球人をリンクさせ私を利用しようなど、まさかとは思います。あなたはあの男の言うことをだとしたら甘すぎて奴の真意は分かりません。何か別の目的が。本来は私ではなくあのサイヤ人にリンクさ。あのサイヤ人、まさかカカロットのこと。私にそのような口を聞くとは随分偉くなった。いえ、誤解です。フリーザ様、これはフリーザ様の中にいるクズに言ったので。まあそういうことにしておいてあげましょう。ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な手駒です。それ相応の働きができなければどうなるか分かりますね。もちろんです。精一杯働かせていただきます。いい心がけです。期待しています。フリーザの野郎、何か言いました？何も。ギリュウさんですか。あなたもよみがえっているとは好都合ですね。私と共に来なさい。どいつもこいつもこのギニュウ様がぶちのめしてく。コースを取らない上にフリーザ様の言葉をあの独特の趣味が強制された代わりに自分が誰の配下なのかを忘れたようですね。あなたたちが従うべきは誰か今思い出させてあげますよ。操られていたとはいえいかなる理由があろうとはですが今は人手が欲しいと。フリーザ様よ、ただし死に物狂いで私もちろんです。このギニューフリーザお前たち我らお許しくださるフリーザ様のフリーザ軍に再び入ることのできるよ。それは今は結構です。あ、そうですか。恐れながらフリーザ様あいつらを正気に戻してよかったんです。あのままの方がまともだった気が。まあいいでしょう。我が軍